ごい迫力があったんですけど、あれはやっぱりブルースクリーン、そうですね、グリーンバックでやることも多かったですけど、でもわりかしこうその中でも大きなセット立てて、あのリアルにやってるところもありましたけどね。いつ頃から考えてたんだろうって思ったんですけど、まあでもわりかし若い時から考えてたと思うんですよね。というのはその小さい頃親に連れて帰って大きなそういうアクション映画とか見させてもらったこともあったのと、あとはそのおじいちゃんがまあ僕アメリカ人だったんで、アメリカの仕事をしてみたいってずっと思ってたんですね。でもアメリカの映画って言ってもイコールハリウッドの超大作っていうのはやっぱ絶対的にありましたから、どうせアメリカでそうやってチャンスがもしあるんだったら、そのこういう大きな作品やりたいっていうのはありましたね。結局僕が行動に移したわけではなくてですね、その僕がやってきた活動がそこに結びついてくれたっていうことなんですよね。僕は自分でそうなんかアメリカ映画に出たい、だからアメリカに行ってっていうようなタイプではないんで、なんかこう自分でやっていく中でそれが結びつくとも思ってないんですけど、結びついてくれたんですね、はい、幸せなっていうか、まあそうですね、まあ、やっぱりだから夢を持ち続ければいつか叶うんだなと思いましたけどね、はい、感じましたね。やっぱりそのあまり美しい話じゃないかもしれないですけど、お金がすごくありますからね。それはやっぱパワーですよね。もうそれでたくさんのスタッフを養ってるわけですし、大きなセットも建てられるし、すごいロケ地で撮影ができて、すごい技術者たちが集まってるわけで、それはそれはもう羨ましい限りですね。具体的に何か感じたこととかってありますか？そうですね、今回はまあ面接というか、はい、まあ、だからあれなんでしょうね、本当に当たり前のことというかシンプルにやりたい人同士がこう集まって、じゃあどんな人なのか見るっていうことだと思うんですよね。それがたまたま、まあオーディションって言い方なだけで、うん、この人は本当にやりたいと思ってくれてんだな、面白い俳優だなっていうのを確認する作業だと思うんで、それは日本ではある程度あった方がいいような気がしましたけどね。テイラーには本当に助けてもらいましたね。そのずっと僕は現場でほとんどテイラーと一緒にいる役なんで、まあ、僕がその英語があまり得意じゃないんで、監督側からわーわーわーって言われた時に理解してないと大体テイラーが教えてくれたりとか、リアム・ニーソンさんはまあ僕はそこまで絡みはないんでちょっとだけですけど、でもやっぱり同じ部屋で同じシーンに出れるっていうことは僕はすごい感動しましたし、そこでやっぱ彼の持つ力というかそれをもう直接見れたんで、すごく勉強になりましたね。まあ流れがあると思うんで、そういう意味ではまあアメリカ映画もきちんと続けたいですし、それと同時に日本の映画もやっぱりやりたいですね。それはまあ本当にその時の流れでちゃんと来たものをきちっとやって、それぞれに結果出せればと思ってますかね。でまあもちろんアメリカ映画だけじゃなくて、これからもいろんな国の映画に誘ってもらえれば出てみたいですし、まあ、きちっとそうやっていただいた作品を自分の中でどう楽しめるかというのを考えて取り組んでいければなと思いますけど。